はい、じゃあ今日は、4対4のポゼッションゲームでプラスフリーマンとして、コーチも入るんだけど、リブナシが2人フリーマンです。で、まあ、パスを回してって、まあ、ボールをキープしていく、うまく距離を取りながらパスをつなげたらなと思います。じゃあやってみます。はい、行きます。今4対4プラスフリーマン2人って感じで、中にね4人いたら繋がんないかなって、パス繋がんないかなと思ったんですが、意外とね、繋がったので、4対4プラス2人のフリーマンでもいいかなと思います。当初ね3対3プラス2フリーマンにしようと思ってたんだけど、人数的にね、今日は人数多かったんで4対4にしてみました。ちょっとまたその辺の人数の調整で、例えば5対5だとどうかな、2対2だとどうかなっていうのもあると思うから、そこはチームの人数の状況によって変えてやっていければいいんじゃないかなと思います。で、結構パスつながって、特に真ん中のくさびに入ることによって、ちょっとディフェンスがギュッとなって外がつながるとか、そういうのがあったんで、結構ねこういう練習は4年生あたりからどん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 やってった方がいいんじゃないかなと思いました。以上です。ありがとうございました。